天野です。今回の世界史プチ暗記は、ローマのご限定の覚え方え。僕が学生時代にやっていた覚え方をご紹介したいと思います。まあ、リズム暗記みたいな感じで、まあ、リズムで覚えていくって感じですね。あの非常にですね、舌が回らないような感じの名前が多いんで、ちょっとゆっくり言いますね。ネルバトラヤヌス、ハドリアヌス,アヌス,ス、スア,スアントニヌス、ピーウス、マルクス、アウレリウス、アントニヌス、 もう全部だから5人の名前をもうずっと言ってるだけなんですけどそれをリズムに並べたっていうだけですね。であのー、最後のマルクス・アウレリス・アントニーヌスのところはこれはあのこれで一つの名前ですからまああの、まあ、皆さん、えー、世界史やってる方はも,もちろんご存知だと思いますけど一、えー、つの名前なんであのこれ分かれてるわけじゃないんであのそこはちょっとポイントですね。 もう1回言いますよネルバトラヤヌスハドリアヌスアントニヌスピウスマルクスアウレリウスアントニヌスあと2回いってみますネルバトラヤヌスハドリアヌスアントニヌスピウスマルクスアウレリウスアントニヌス ネルバトラヤヌスハドリアヌスアントニヌスピウスマルクスアウレリウスアントニヌスですね。まあ一番最初の人がネルバです。一番短い名前ですね。ネルバ。で次がトラヤヌスですね。トラヤヌス。まああの一番勢力が広がったっていうあのダキアまで広げたっていう人ですよね。でその次の人が ハドリアヌスですね。ハドリアヌス。で、ブリタニアの壁ってやつを作りましたよね。まあ、イングランドまで行ったっていう人なんですけど、ハドリアヌス帝で,ですね。で、その次がアントニヌスピウスですね。アントニヌスピウス。アントニヌですよ、ヌ。アントニヌスピウス。アントニヌスピウス。アントニヌス,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 スピウス。まあ、ちょっと影が薄いような感じでしょうかね。ご検定の中では。 で、一番最後の人。この人が一番有名ですかね。マルクス・アウレリウス・アントニヌスです。マルクス・アウレリウス・アントニヌス。で、あの、えー、試験に出るとしたら、まあ、ああの、哲学者みたいな感じで出てきます。まあ、ああの、このご検定の中の、まあ、あ一番最後の人なんですけど、まあ、あ哲学書を出したってことで有名です。じゃあ、えー、もう一回言いますよ。ネルバ・トライアヌス。 ハドリアヌスアントニヌスピウスマルクスアウレリウスアントニヌスあと3回言ってみますネルバトラヤヌスハドリアヌスアントニヌスピウスマルクスアウレリウスアントニヌスネルバトラヤヌス ハドリアヌス・アントニヌス・ピウスマルクス・アウレリウス・アントニヌス。ネルバ・トライアヌス・ハドリアヌス・アントニヌス・ピウスマルクス・アウレリウス・アントニヌス。どうでしょうかね、覚えやすいでしょうかね。ちょっとあの、リズムがなんか分かりにくいと。 思う方もいらっしゃるかもしれませんので、ちょっと何か物を叩きながら言ってみますね。えー、これで行きましょうか。one, two, three, four. ネルバトラヤヌスハドリアヌスアントニヌスピウスマルクスアウレリウスアントニヌスあと2回言ってみます。one, two, three,

2、3、4、ネルバトライアヌス、ハドリアヌス、アントニヌスピウス、マルクス、アウレリウス、アントニヌスです、まああの。ラップを歌う気持ちでやってみてください。まあ、滑舌の練習にもなるかもしれませんね。今回は以上です。